ペルシジャ・ジャカルタはインドネシアのジャカルタをホームタウンとするインドネシアスーパーリーグのサッカークラブ。1928年の11月28日に設立されたこのクラブはオランダ領東インド諸島の時代にはビジという名前であった。ビジとは1930年4月19日のプシーの設立時において共同設立した人のことから来ている。そして後に このビジがペルシジャに名前を変えられることになる。政治思想家であったメガヘルツタンリンはジャカルタで生まれサッカーが好きだったため現在のペルシジャであるビジを愛する国民的ヒーローとなった。彼はスタジアムを含めた様々なことに関わり伝えられるところによるとビジスタジアムは彼の財産によって建設された。近年ペルシブバンドンとはライバル関係にあり 強硬派のサポーターによる敵対意識が見られ、両クラブの対決はオールドインドネシアダービーと呼ばれている。2014年に不必要な将来的に起こりうる衝突を避けるために和解がもたらされた。ゲロラ・ブンカルのスタジアム AFC アジアカップ2007の決勝戦で使用されたゲロラ・ブンカルのスタジアムをホームとしているが、ジャカルタの北部に新スタジアムの建設の計画がある。 しかし、まだ初期段階のことであり、建設はなされていない。2015年9月27日時点。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。公式ウェブサイト、ありがとうございます。